はい、皆さんこんにちは。 MBA ラウンジの川尻秀道でございます。今日はですね、シンガポールの、こちら、ナショナル、ユニバーシティオブシンガポールのビジネススクールに来ています。シンガポール国立大学、こちらのですね、ビジネススクールっていうのはですね、世界的にも非常にランクが高くてですね、2016年のファイナンシャルタイムズの MBA ランキングでも世界で32位にランクインした、非常にまあレベルの高い、世界でもトップスクールのビジネススクールです。実はですね、これからの、まあ、こちら、キャンパスになるんですけれども、こちらでMBA ダイレクターとですね、MBA ラウンジとで、まあ、意見交換を、まあ、するということでですね、今回このようにしてきました。実はMBA ラウンジからもですね、こちらの、シンガポール国立大学の MBA に合格者が、出ております。まあ、その縁もあってですね、まあ、いろんな意見交換をしながらですね、これから、まあ、彼らはどのような、教育を行っていくのか、そしてですね、まあ、特にまあ日本人にどのような、スキルやですね、バックグラウンドを求めるのかということをですね、ちょっと聞いてきてみたいと思います。まあ、こちらの、ビジネススクールに留学するとですね、やはりこちらがMBA の、ビジネススクールのキャンパスになりますので、まあ、こちらに毎日通うということに、なりますね。まあ、非常に中も綺麗でですね、本当になんかイノベーティブなスクールという感じがします。まあ、あとはやはり世界でトップの、スクールだけあって、本当にいろんな国の人たちが、勉強していますね。まあ、アジアの人たちだけではなく、まあ、欧州とか、米国とか、それからインドの人たちがですね、多く見られました。まあ、そういったことで、まあ、今からですね、ちょっと打ち合わせしていきたいと思います。また、まあ、その打ち合わせを受けてですね、これから私たちの、コンサルティング、カウンセリングというところでですね、皆様のお役に立てたらなと思っております。